ポール・ウェーナーはアメリカ合衆国オクラホマ州出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。愛称はビッグポイズン。1926年にピッツバーグパイレーツからデビューし、同年ルーキーでいきなり336の打率を残す。グーディャのベースボールカード1927年に弟のロイド・ウェーナーが入団し、ポイズンブラザーズとして名を馳せた。当時、 アニポールはビッグポイズン、弟ロイドはリトルポイズンと呼ばれていたが、実際は弟の方が兄より少し背が高かった。同年は首位打者、打点王の2巻に輝き、その年のリーグ MVP となる。ワールドシリーズにも出場したが、殺人打線を要するニューヨークヤンキースの前に4連敗で敗退した。その後デビューから10年以上打率3割以上を、 維持してきたが、1938年にその記録は途絶える。成績低下の原因は彼の飲酒とされ、チームから飲酒を禁じられた。その翌1939年の打率は、328だった。1940年シーズン途中に、ブルックリン・ドジャースに移籍。1941年から2年間は、ボストン・ブレーブスに在籍。ブレーブス在籍時に、 通算3000本安打に到達した。3000本安打を達成する前の打席では、エディ・ジョースという撃手が引く強烈なゴロ打球を放ち、一度はこれが3000本目の安打として記録されている。ところが、ウェーナー自身が1 2回の記者席めがけて大きく手を横に振り、記念すべき通算3000本安打を文句のない一本で記録したいからという理由で、 アンダの取り消しを要求したためにアンダは取り消され、ジョーストの失策となった。1945年、ニューヨークヤンキースで現役を引退。ポールとその弟、ロイド・ウェーナーのアンダ数の合計は2人合わせて5611、アンダにもなり、これはディマジオ3兄弟、アルー3兄弟よりも多い。実はウェーナーは、現役時代禁止だったが、 ずっとメガネをかけないままプレイし続けていた。球団関係者が禁止のことを知ったのは何年も経ってからだったという。引退後は悠々自適な生活を過ごしたと伝えられる。その一方で、かつて在籍したボストンブレーブスやフィラデルフィアフィリーズ、セントルイスカージナルスで一時コーチとして更新の指導も行っていた。他にもテッド・ウィリアムズから自分に敷かれた。 ウィリアムズシフト対策、攻略を壊れたこともある。1952年、アメリカ野球殿堂入り。1965年8月29日に、フロリダ州で死去した。62歳没。ウェーナーのパイレーツ在籍時の背番号、11。ピッツバーグパイレーツの永久欠番に2007年、指定。死後、ウェーナーの遺族と、二人のパイレーツファンが、 ウェーナーの背番号の永久欠番指定を願う単眼書を送り続けていたが2007年当時のパイレーツオーナーだったケビ・ン・マクラッチーの英断によりウェーナーのパイレーツ在籍時の背番号11は永久欠番に指定されることとなった両手の指の関節を揃えるグリップの握りを進めていたことで知られるありがとうございます